ハットリ・住吉神社は、大阪府豊中市ハットリにある神社。宗教法人としての名称は、住吉神社。ハットリ天神宮と並んでハットリを代表する神社である。ご鎮座の時期についてはつまびらかでないものの、二平二年に本殿、鳥居等を再建した、との記録が、写記に残されており、それ以前と推測される。 天正六年の織田信長による荒木村重討伐時に陛下により消失し、元那八年に再建。さらに下って昭和二十二年にも失火により全焼した。仮社殿を経て本格再建にあたっては中野島から大阪城内に遷座されることになった豊か国神社の旧社殿を譲り受け、昭和三十六年に現社殿が建立された。境内にある農部隊は、 明治31年建立であり、大阪府下では、最古のものとして、平成10年に、国の登録有形文化財に登録されている。最初は、大阪博物場に建立され、昭和2年に、大阪天満宮に移築されたものが、昭和56年の住吉神社大造営に際して、現在の位置へ再移築されたものである。例年8月の滝技能をはじめ、 年に数回脳や狂言が模様される、脳舞台霊大祭の見越し、ありがとうございます。